アスカニオ・ソブレロは、イタリア人の科学者で、ニトログリセリンを発明したことで有名である。イタリア科学アカデミーのメンバー。トリノ大学のテオフィルジュール・ペルーズのもとで枠役薬の、ニトロセルロースについて研究していた。ペルーズの文下生には、ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルもいる。医師のジュゼッペ・サブレロの息子として生まれた。 叔父のカルロ・ラファエロは、トリノの交渉の科学研究所所長で、その影響で科学に興味を持った。トリノ大学とパリ大学で医学を、その後、ユストス・フォンディー・ビッヒに、ギーセン大学で科学を学んだ。1832年に博士号を取得し、1845年にトリノ大学の教授になった。彼は研究の中で、ニトログリセリンを開発していた。当初は、 パイログリセリンと呼んでおり、個人的な手紙やジャーナルの論文で、非常に危険な物質で、取り扱いは不可能と厳重に警告していた。事実、製造してから1年以上取得し、何かにとても怯えているようであった。その後も、研究や教育を長年にわたり継続し、1851年に循環器用薬のソブレロールなどを開発した。 1848年に起きた暴動によって、トリノを追われる等があったが、ノーベルがニトログリセリンを大量に製造したおかげで、老後の年金生活は豊かだった。死後、クーネを兼カバレルれるオ俺の墓地に埋葬された。ありがとうございます。